はい、やってまいりました。スクエアエニックス本社でございます。こちらでですね、今日はなんとすごいお二人と、そしてすごい編集の方と、座談会ということになりました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、よくわからない入りで入りましたけども、はい、ディレクターの鳥山です言いましたね、言いましたね、はい、あ、じゃあ僕プロデューサーの北瀬です。はい、よろしくお願いします、はい、私がちょっと多分一番わけがわからないんですけど、あの週刊ファミ通の河合と申します。よろしくお願いします。あ、よろしくお願いします。ファミ通さん代表ということで、はい、はい、ということで、まあ、発売しましたね。そうですね、はい、でいかがですか。あのホッとはしているし、今の、はい、段階でのユーザーさんのこう、はい、なんですかね、意見とかいろいろネット上でも出てますけど、はいはいはい、あのゲームは非常に楽しんでもらって、あ、ちょっと、いや楽しいですよ。ホッとしております、うんうん、はい、やっぱりね、はい、いやもう全然ホッとしていただいて、全然ホッとしてください、はい、どうですか、鳥山さんどうですか。そうですね、やっぱり13に比較すると、はい、随分こうネットの反応とか、はい、言っちゃいましたね、言っちゃいました、言っちゃいました、よかったので、まあまあまあ、ね、いつもはちょっと、はい、あの発売後はちょっと寝込んだりするんですけど寝込みますね。今回は大丈夫ですね。でも今回は結構ね、うん、最初から面白いっていう声が多いと思うんですけど、ありがとうございます、はい、あれなんですよね、そのなんかあれこれ面白いんじゃねみたいなことを言うじゃないですか。いや面白いんだよ元からっていうのをテストプレイヤーとして私やったわけですよ。でそれをこうね、ずっと10回のレポートに私書いてきたわけですよ、うん、なのでもう普通に思った通りの意味でのその面白いですよっていうのを一応伝えてきたつもりだったの で、もうそれを信じていただきたいと。机にのこう公式から発信してると言わされてるんじゃねえか的なことって言われるじゃないですか。ないですよね。ないです、ないです。普通にゲーム好きとしてやっての感想なので、そうですね、そうなんです。面白いと思ったことは面白いと言いますし、面白くないと思ったとこはちゃんと面白くないって言いますので、実際あの開発でも、あのジャッジ13っていうサイトを、あの僕らのチームの廊下を歩くとみんな見ていて、あの事前にチェックしてないから、あのその意見を見ながらこううーんとそうそうそう、ちょっと調整するかみたいなこんなこと言ってるんだみたいな、確かに。それでね、あの、はい、ユーザーさんとかこれジャッジ13の意見を割と反映して修正されたりっていうことも結構頻繁にあったみたいですよね。そうですね、ゲームの開発の途中からずっとやってきていて、ジャッジ13がもう本当に最後 のユーザーテストみたいな形なんですけど、ううす、ね、もう本当に出来上がる直前のやつですごい楽しいなと思いながら、うん、そうです、ね、その頃だとまだねボス戦のバランスが最終バランスになってなかったんで、そうなんですね、あの、はい、そこでみんなのあの意見を聞いたりとか、あの最終調整を加えて製品版ではよりこうあの強いボスというか、ボスやっぱりそうですよね、すごい強くなってますよね。なんかザコは割とスッスッって戦えるんだけど、ボスはちょっとやっぱ考えていかないとっていうバランスがすごいいいかなっていう。そうなんですよ、うん、ちゃんとそのレベルを上げるんじゃなくて、そのロールを切り替えてっていうので戦えるようになってるっていうシステムがやっと倒せたっていう高揚感に持っていけるっていうのが、うん、今までの RPG ってそこがそのあ倒せなかったのか、じゃあレベルを上げてもう一回挑もう、それでやっと倒したっていう高揚感ではあったんですけど、そこがすごいなと思ったんですよね。やっぱり前作に比べると特に人気のなかったディフェンダーをディフェンダーをどうやって使うかって、今回ディフェンダー強いですよディフェンダーでこう守りを固めないと割とボスもあのそうですよね。例えばさあのビルチのアトラスだったらこう腕を来る時に切り替えたりとか、そうですよね、ちょっとアクションゲームの感覚で、あの戦うとちょうどいいかなと。どうりであのどちらかというとディフェンダーのモンスターって仲間になりにくいですよね。そうですね、プレイヤーのキャラクターをディフェンダーにしてもいいし、あ仲間のモンスターをディフェンダーにしてもいいんですけど、あのもうそこも自由に、あ私はもうモンスターもうテイマーとしてもう確実にもうディフェンダーがいたらそいつがそこで仲間になるまでずっと戦うんですよなかなかなんないよ、なんないんですよね、なんかこれナンバーだよみたいな人気のあるモンスターはやっぱレアになってたりとかするので、ですよね、ベヒーモスとか。お二人のなんか好きなモンスターとかいらっしゃるんですか。まあ大体どうですか、僕の場合は定番になってしまうのかな、回復薬、回復を持って語りたいんで、プリン衛星兵とか、プリン衛星兵シンクロドライブが結構なんですかね、
非常に使いやすく回復してくれるんで、もう重宝してましたけどね。回復だと確かに血糖値は、はい、あのゆっくり育つの で、 あそうです、ね、あの最後まで使っていると結構使えるようになるんですけど、うん、まあ、途中でやっぱりプリン衛生兵がそうですよ、ね、前作のやっぱ印象も強いので、はい、あの僕ら開発名ピポプリンと呼んでるんですけどそうなんですね、はい、まあ、救急車的な、あ今回は、はい、前回は警察的な意味で今回は救急車みたいな、救急車なんだ、ね、あ、そっかそっかそっか、途中までずっとなめくじ系ですよね、はい、ヒーラーは。そうなんですよ、うん、でもニジリバナはあのレアアイテムアップがあるんで、そうそう、それをついてるんで、あのとどめ刺す時にわざとニジリバナに切り替えてとかでやったりとかでやってたりするので、ご人気が出なそうなやつはあの美味しい、あ、そうですよねだってなめくじ使わないよとか思いますよねそこの気持ち悪いやつにデコレーションでこう愛着を持って、余計気持ち悪いそんなつもりだったんだけど帽子かぶせたりとかってことですよね、あの2分の1カーバンクルとか乗せてこっちが本体みたいな、そうそうそう、それはいい、そうかそうか、あ、ところでどうですかね、前作だったりもしくは前作の、まあ、違いという部分でもいいんですけど、個人的にはちょっとなんかボタンかけ違えた感をちょっと感じてはいました正直なところ。どういうところですかね、はい、最初本当に始めた時にちょっとあれこれでこんなに戦闘時間かかるかってやつに会っちゃった時の絶望感っていうか、あのロールのこととかあんまりよく分かんない状態でやると、はい、やっぱりちょっと厳しいのかなっていうのがありますね、うん、なので今回との差っていう意味ではそれがその変えなくても最初すぐ分かってちょっとやっていくと、あ、変える必要があるんだっていうのに切り替わってるのかなっていうのがすごく分かりやすいなと思いましたね。ね、まあ、前回ってやっぱりお話で引っ張っていくというか、次こうどうなるのかなっていう感じで引っ張られていったんですけど、うん、まあ、今回ってこう次何をしようかなってこう割と自発的なこう楽しみがあるっていうか、前はこうやっぱり流れの中に自分が乗せられてた感がもしかしたらあったかなっていうのがあって、今回の方がこうゲームとしてゲームっぽいかなっていうのがすごい感じましたね、はい、切り開いていく感がすごいですよね、うん、自分でやってるっていう感じがすごいします、はい、いやもうねストーリーを追いたいんですけど、なんか一つのエリアで ね、 ですよね、いろいろ、そう、なんかここなんかあるんじゃないかとかで、あれ違うモンスター出てきたみたいな、また戻んなきゃそうそう、だからやることがすごいたくさんあって、こう次何しようっていう楽しみが常にある感じがし、うんうんうん、そうなんですよ、うん、で気づいたらレベルいっぱい上がってたりとか、うん、でファイナルファンタジー の、 あのプレイヤーの皆さんってやっぱりこうあのその場で解決しようとするんですけど、今回はそうじゃなくて、あのその時には解決できない問題もあるので、ぜひ後ろ髪引かれながら、そうなんですよ、宝箱取れないわっていうままいきますよ、ね、そうそう、一通りこんな感じで我々思ってるんですけど、はい、鳥山さんと北瀬さんご自身はこう132で何を目指してやってきたのかっていうところは、一つコンセプトみたいのは何があったんですかね。今回はですね、あのやはり13の時にいろんな意見をいただいたものに対して、はい、僕たちがゲームで答えるあの132を持って、うん、あの今度こんなにあの僕たちはみんなの言うことをちゃんと認めているんだよというか、あのそういうことをあのゲームで答えるっていうのをコンセプトにしてますので、一番の変わっているところはやっぱ13はストーリードリブンっていうコンセプトだったのが、今回はプレイヤードリブンっていうプレイヤーが何かをすることによっていろんなことが起こっていくっていうことをあのこだわってあの作りました、うん、じゃあ北さんは。そうですね、あのキャラクターをと引き継いでやっぱ続編っていうのは、まあ、10.2 の時あったんですけど、やっぱそれ以来やってなかったんで、そうですね、その前作の世界観使って、まあ、よりそれを広げていくというか、今回そのダウンロードコンテンツも含めて、あのエピソード的なものも広がっていくので、まあまあ何ですかね、あのライトニングやセラや、はい、あの国軍やグランパルスの世界をこうやっぱ広げていく一つのこう何ですかね、はい、足がかりっていうか、前作では終わってない、よりどんどん広がっていくっていうのをこう今回ではやりたかったですね、その一つのこう、はい、コアとして、っていう部分では非常にまあまだ終わってないというか、あ、はい、ロムが発売しただけでは終わってなくて、DLC 含めて広げていきたいなっていうのがありますね。いや、もういろんなお話を、ね、ありがとうございますなんですけども、まあまあ最後に、まあ、購入をね迷ってる方に向けてみたいなことを、まあ、できれば言えたらなっていう。前作やったけどちょっと合わなかったなっていう人も、ゲームっぽくなってる132をこうぜひ楽しんでほしいなと思います。で、あのマップの大きさとかがですね、あの1エリアの大きさとかが本当にちょうどよくて、忙しい人でも1話遊んでこうセーブして次の日1話やってっていう遊び方もすごくやりやすくて、プレイヤーに合わせた遊び方ができるので、ぜひあの買ってね損はない作品だと思います。あのぜひやってみてください。
今回やっぱあのそういう意味で遊びを重視していろんな要素、まあ、それこそフラグメントだったりとかモンスター仲間にしたりとかいろんなその何ですかね遊びの要素をいっぱい散りばめていて前作とは違ってそういう攻略情報的な情報が非常にこう飛び交えるこう素材になっているので今こう参加してあのみんなでこうその攻略情報を交換していくような感じの遊び方がやっぱ今のタイミングだからできると思うのでぜひやってもらいたいなと。13-2はですねあのソフト単体では完結しない作品なので、これからも続々とこうダウンロードコンテンツ含めてあのいろんなことが楽しめる、コンテンツになってます。ですからですねもうぜひお年玉で、まだまだ間に合いますのでご購入ください。よろしくお願いします。わかりました。じゃあお年玉であげればいいんだゲームをそうそうじゃん。それでこうみんながじゃ あの子供にこうやってって言ってこれをやりなさいってやりましょうね皆さんという形の、座談会でしたがいかがだったでしょうか。まあ、いろんなねまだまだ言い足りないこととか聞き足りないこともあるんですけれども、まあ、とりあえずは、今回はこれにて終了という形になります。はい皆さんありがとうございました。ありがとうございます。